皆様こんにちは、なりわでございます。本日は、久々にちょっと無印さんの方に行ってきて、購入してきたものがございますので、無印良品で購入してきた商品を紹介させていただきたいと思います。久々ですね、日用品でどうしても私が日常を使っているもので必要なものがあったりしたので、ついでにちょっといろいろ見て必要なものを購入してきました。まず一つ目ですね、これね、実はスプーンとフォークを3本ずつ購入したんですが、スプーンって前セットで買って結構たくさんあったんですが、気がついたらなんかスプーンがなくなっていて、1個しかなくて、いつもそれをね1人で使う、まあお客様がたまたまいらっしゃらないでいいようなもんなんですけど、いつもそれをね使っておりましたので、ティースプーン3本、それとフォークですね、ちっちゃい、果物やちょっとしたケーキをいただく時のフォーク、それぞれ3本ずつ購入しました。先日ね、ケーキをいただいてる時にフラグランさんで購入したセットがあるんですけど、その中でめんどくさいもんですから、私は大きなスプーンをフォークを使ってケーキをいただいてたら、随分大きなフォークなんだねって言われましたので、やっぱりご覧になる方がご覧になってたら、ケーキにはケーキ用のフォークがいるんでしょうかね。私あまりそういったことにこだわらないもんですから、結構神経質で細かいとこがあるんですが、ある部分ではそうやってね大雑把なところもあるもんですから、やっぱり必要かなと思いましたので、フォークも3本。なぜ3本ずつかと言いますと、必要以上に物を持たないということと、私ね、娘の旦那さんね、婿殿3人分あればいいかなと。お客様が来られても3名様ぐらいだと思うんですね。大人数で押しかけて来られるということはまずございませんので、十分だと思います。それぞれ1本が150円ですねかな、ちょっと待ってね、1点ずつが、そうですね、150円、それぞれ1本150円でございました、はい。それから、次に購入しましたのが食料品ですけどね、いつも購入しておりますバターチキン、これ私一番好きでございまして、本当に外れがないので一人用ということでバターチキンを1つ、こちらが350円でしょうかね、確か、レシート見たら早いですね、バターチキン、はい、350円で、ございました。これとちょっと気になるものがございまして、アサリと生姜の深川飯ということで1人前、こちらがね、ありまして、ちょっと気になったので、これご飯にかけるんだと思うんですね。ちょっと温めてご飯にかけていただくものだと思うんですが、これ化学調味料や合成着色料、香料不使用ということでね、お湯で温めて、電子レンジでもできますけど、温めてご飯にかけていただくアサリと生姜の深川飯ということで、こちらが290円でございました、はい。それから私今春ということで桜まんじゅうなるものがございましたので、2色8個入りの桜まんじゅう、今度ね、私のお家にお友達をね、3名様ばかりねご招待したいと思っておりますので、1人2個ずつあれば十分かなと思いまして、桜まんじゅうちょっと今の時期にふさわしいかなと思いましたので、こちらを購入してきました。こちらが390円ですね、8個入りで390円でございました。それからあとは日用品ですね、これですね、フローリング用のシートですね、こちら99円、そして、私はいつもね、必ずお台所のスポンジとして愛用しております3層スポンジ3個入りですね、
はい、こちらを購入してきました。これも私はこれなしでは、これ泡立ちがいいし、しかも泡切れもいいと言いますか、乾燥が水切れもいいんですね。それと使い心地がとってもいいので、もう最近スポンジはこれと決めております、こちらのスポンジが3個入りで299円でございました。あ、そしてあとね、お片付けしてる時にハンガーなんですけれど、昔最近はね、あまりクリーニングのお洋服出すということがないので、ほとんどお家で、もう全てのものをお家でね洗濯しておりまして、一時お勤めしてた頃とかもう頻繁にクリーニング出しておりまして、その時クリーニングについて戻ってきたハンガーをずっと使っておりまして、黒い、プラスチック製のハンガーですね、それがちょっとね、なんかもうそろそろ切り替えようかなと思いましたので、いろいろねハンガーを見て回ってたんですね。できるだけシンプルで、このなんだろう、スペースを取らないコンパクトっていうか細いハンガーが欲しかったんですね。これ本当は洗濯用ハンガーとなっているんですが、これをあえてお洋服のハンガーに、そうすればこうかけた時にかさばらないでいいと思いましたので、まずお試しでこれ3個セットで売られてましたので、これ290円でございました。試しに使ってみてよかったら、これを普通のお洋服ハンガーに全部変えていこうかな、今使ってる黒いプラスチックのハンガーをクリーニングから戻ってきたそのまま使っておりましたので、こういったのに変えていこうかなと思いまして購入いたしました。それと、これからの久々なんですけれど、これからの時期ね、これから春夏に向かいますよね。私シンプルなお洋服に大体変えていこうと思っておりますので、羽織物とそれから T シャツが結構これからの時期多いのでね、パンツと羽織物で、買えるようになると思いますので、そこでシンプルな2枚組の T シャツ、丸首の T シャツの S サイズを購入しました。こちら790円でございますね。はい、本当はね S にしようか M にしようか迷ったんですけれど、やはり上に羽織りますので、これ単体できるということがないので、あまりダボダボしてると羽織った時にね収まりが悪いので、まあ S でいいかなと思って、ちょっとお試しでちょっと買ってみました。よかったらまたね引き続きこれに買い替えていこうかなと思っております。ということで無印良品は以上でございます。すべて、購入した金額は3368円でございました。無印良品さんで購入してきたもののご紹介でございました。それと、久々に今日ね本屋さんを行ってみていて、久々に読みたいなと思う本に出会いましたので買ってきました。こちらです。今ちょっとこれ剥がそうと思ってちょっと切っておりますけれどね、証拠のメッセージというミステリーですね、きっとね、直筆サイン入りということで、知念美希人さんという方でしょうかね、ちょっとめくっていっていきたいと思います。はい、多分ここのめくったところにサインがあるんじゃ ありましたね。はい、ハンコもちゃんと押されておりますね。はい、これ本当面白そうなので、これはちょっと読んでみたいなと思いました。久々にどういった物語かと帯のところの、ね、説明をちょっとだけ紹介させていただきます。胃に残された暗号と迷宮事件、2つの謎に料理コンビが挑むということで、まあ、不思議ですね。胃の中に隠された暗号ですって、死んだらすぐに遺体を解剖してほしい。医師の千早が父の遺言に従い遺体を解剖すると、胃の内壁に暗号が見つかった。28年前連続殺人事件の犯人を追うために父が警察を辞めたことを知った千早は、病理医の友人、勝利と胃に刻まれた暗号を読み解こう、はい、
失礼いたしました。途中でちょっとね切れておりましたので、続きを読ませていただきたいと思います。病理医の友人しおりと胃に刻まれた暗号を読み解こうとする。時を同じくして28年前の事件と似通った殺人事件が発生、絡み合う鍵を千早としおりの医療コン医師コンビが解き明かすという、多分ミステリーものだと思いますけれど、とても面白そうでしたので、この帯の、ね、説明を読ませていただいて、久々に初めての作家さんでございますね、私が読む知らない方ですね。サイン入りということで、1ページ目にちゃんとサインが入っておりますけれど、昇魂のメッセージというとても面白そうな本を見つけてきましたので紹介をさせていただきました。本日は私が久々に読みたくなったこちらの本と、そして無印良品で購入してきました数点の商品の紹介をさせていただきました。皆様方、いつもなりわの動画を視聴していただきましてありがとうございます。またお目にかかりましょう。なりわでございました。では。